9月の水上の街中には太鼓や鐘の音が響き渡ります。街道をヤッコや山伏などを先頭に総勢183人の行列が練り歩き、境内では伝統の衣装を身にまとった太鼓打ちが鐘や笛とともに調子を揃え一心に舞い踊ります。5年ぶりに開催された地域伝統のお祭り、水上八幡神社太鼓踊りの様子をお届けします。太鼓踊りは長い日照りに苦労した農民による雨乞い踊りとも言われ、雨を願う雨乞い踊りと、願いが叶い豊作となった秋にはそのお礼に神社へ奉納する返礼踊りがあります。昭和42年太鼓踊りつけたりやっこぶりが県選択無形民俗文化財に指定され、昭和49年から5年ごとに開催しています。9月10日本番まで2週間を切ったこの日は、八幡神社の境内で練習を行います。学校を終えた子どもたちや仕事帰りの大人たちが暗くなった境内に集まり、練習に汗を流します。指導者の指示のもと、少しずつ動きを調整し、本番に向けて息を合わせます。今までの練習よりも頑張ります。本番に向けて全力で頑張りたいです。足の動きを頑張りたいです。まあ、これからあともう数日なんですが、まあ、もっと 100% に近い状態に持っていきたいと思いますし、まあ、子どもらが楽しく最後を迎えられるように頑張っていきたいと思います。7月21日の夏休みから練習を始めまして、しっかりとみんながね練習してくれたのでかなり上達しています。本番に向けてね、さらに頑張ってほしいと思います。そして迎えた9月23日太鼓踊り当日、早朝から4人の絵師による絵描きが始まります。水上の太鼓踊りでは、踊りの花形であるヤッコフリのお腹に竜や神様など思い思いの絵を描いてもらいます。このヤッコの腹への絵描きは昭和42年から変わらず、一つ一つ手書きで丁寧に描かれていきます。午前11時、集合の合図であり、太鼓踊りの始まりを告げる筆金の音が街に響きます。この鐘の音を聞き、行列がスタートするお旅所へと衣装を身につけた参加者が集まってきます。そして11時半、用意そりゃの掛け声と鐘の音を合図に、八幡神社へ向けて街道を練り歩く道行きが始まります。道行きは先達、梅雨払い、上り、そして16人のやっこが勇壮に歩きます。やっこの後ろには神官、寺社奉行、法院、山伏、そして浴衣姿の子どもたちによる福部振りなど75人が続きます。音頭取りに続き、笛吹き30人が美しい笛の音を披露します。そして役員、指揮、鐘、太鼓打ち、最後には返礼踊りと書かれた5メートルにも及ぶ大うちわと、総勢183人による行列が水上の街中を練り歩きます。
道中行列を地域が温かく迎え、休憩所でのおもてなしを受けながら1キロ先の八幡神社に向けてゆっくりと歩みを進めます。午後2時、八幡神社に到着しました。行列が境内に整列し、式典が執り行われます。挨拶や功労者への表彰が行われると、いよいよ本踊りが奉納されます。子どもたちはこの日のために夏休みからほぼ毎日練習を重ねてきました。お座に膝をつき列が整うと、太鼓踊りの見せ場、シャンギリと祇園囃子が始まります。張り詰めた空気の中、ただひたすら太鼓を打ち鳴らすその姿に心を奪われます。子どもたちも見事なバチさばきを披露。割れんばかりの拍手を受け、無事1時間にわたる本踊りが終了しました。小学3年生以上の子どもたちが笛と太鼓に参加してくれたんですけども、もう夏休み入るとすぐ練習を開始して、もうつい一昨日まで練習を頑張ってくれました。で、その成果を無事今日天気の音、奉納できて安心しております。水上は、59年間奉納太鼓踊り一回も雨に降られてません。そのジンクス通り快晴に恵まれた中で、奉納太鼓踊り、実施できました。子どもたちが少なくなっていく中で太鼓踊り継承していくことが随分困難になってきたんですが、みんなの熱い思いで、継承することができました。無事に今日終えることができてほっとしています。午後7時、再び太鼓踊り一行が境内に集まり、傘破りが始まりました。傘が破れるほど踊ったという意味のこの傘破り。昼間の本踊りは返礼のための踊りであり、伝統を固く守った踊りでもあります。しかしこの傘破りは自分や家族が楽しむために踊ります。長く厳しい練習と本番の緊張感から解放され、家族や友人たちと思うままに踊りを楽しみます。この傘破りで今回の水上太鼓踊りは終わりました。暑い中、練習したんですけど、子供と毎日練習できて楽しく、踊らせていただきました。また指導者さんと一緒にいろいろ教えてもらいながら、できたこと大変嬉しく思っております。ありがとうございます。練習の成果が出て嬉しかったです。本番でしっかり踊れて嬉しかったです。5年ぶりに参加させていただきまして、また改めてですね、地域の皆さん一緒に和気あいあいと楽しく踊ることができました。本当にありがとうございました。息子と一緒に楽しく出させていただきました。また5年後もよろしくお願いいたします。お父さんと出れてよかったです。また5年後も出たいです。この日、子どもから大人までが一つになり、地域で喜びを分かち合うことができた水上太鼓踊り。祭りの始まりを告げる触れ鐘の音がこの町に響き渡るのはまた5年後。この伝統ある太鼓踊りは人と人とをつなぎ、これからもふるさとを思う心に響き続けていきます。